まあ吉田さん、いろいろあるけど、ムツゴロウさんがお亡くなりになりました。87歳でした。ムツゴロウさんはね、いろいろと逸話があるもんです。まあ、無類の麻雀好きということでも知られてますし、まあ今のね、麻雀のプロ団体、まあプロっていう言い方にはいろいろとあるんですけども、プロ団体の石勢を作った人でもあるんですよ。プロね、何がプロやと思いますけどもね。 ぶっちゃけまあそれは置いといてえー、まあ本当にお悔やみを申し上げたいなと「ムスゴロ王国」みたいなテレビ結構私も見ましたからねなんかねそのうちの両親が「ムスゴロさんが始まったよー」って言うんですよまるでそれをね私が喜ぶかのように言うんですよまあでもつられるままに見に行って見に行ったらそのままずっと見ちゃうみたいなところがありましてうん懐かしいなとだから結局ね男が辛らいのト寅さんも そらさんが始まったよって言われると何回言っちゃって最後まで見るみたいなパターンでしたね。懐かしいな。まあだから親の影響を受けているってことなんですよ。私もね。うん。だから親の影響を受けていい部分と受けちゃいけない部分がありまして、それはですね、自分に扱える影響なら受けてもいいし、扱えない影響なら受けない方がいいと。まああの、ビジネスも似たようなところがありまして、ビジネスを操るのか、ビジネスに操られちゃうのか。 によっってて全くく手残りが変わってくるってことこですも、ねまあ、苦い経験が残るかもしれませんし力強い経験が残るかもしれませんしあなたはどちらでしょうかいってらっしゃい。